カサカサ言ってた。カサカサ言ってた。いや、知らない。言ってたって聞いてた。俺も言ってたって聞いた。ずっと茶碗は持ってない。うん、あ、コーラ入ってる。あ、違う、あれコーラって。いや、違うよね。寝れた？なんかちょいちょい目が覚めた。私全然寝れた。なんかさ、すごいあの飛行機のアイドリングみたいな音してなかった？ボーって。私本当に家にいる時みたいに熟睡できた。あ、そんなに深かった、うん、気づいたら朝だった。マジ？多分あの脱菜の焼酎が美味しかったから。あ、だからなのかな、うん、すっごいすっきり起きれたわよ。毎日脱菜飲むから。やっぱ飲みやすいって言う人多いね。うん、飲みやすい。レビュー見ても本当に飲みやすい。アマゾンでも買えるね。あ、そうなんだ、うん、お、固まってる。カズさん、ケーキ食べます？んケーキすげーオイリーだね。95%。焚き火台はだいぶくたびれてきたけど、あと何年持つだろうか。あと何年いける。まだもうちょっと持つでしょ。まだいけん。まだまだ。昔の人はさ、うん、こうやって毎日火を起こしてさ、蒸留してたんだよね。するからいいけどさ、毎日って、まあ、それが普通だから、それ大変とかはないんだろうけど、うん、生活の一部だよね。
これで火がつくってすごいよね。うん、焼けそうだよ。ほんまや。なんか朝カップラーメンでもいいな。ねえ。残り汁にご飯。あ、わかる。私汁が飲みたいもん。ああ。もう炊くよ。うん。職人さんたちが少し熱くなる。私が着込みすぎてんだっけ。でもその雨前っていうかさ、雨降ってんだよね、天気だからっていうのもあるかもしれない。な、湿度が高いもん。少し暑い。80%だよ。すごい立派な椎茸です。生椎茸。大きいよね。ね。突破力が弱くなってきたね。うん。目が痛い。やっぱ火が消えてきたね。うん、少し。難しい。結構アンバランス。ええー、よ。もう早いたね。うん。季節になってきた。あ、すごい。一回目多分またすすが出るかも。ああ。一番最初ちょっとしてないと。ちょっとした方がいいね。うん。で、またこれさ、微調整した。してないよ。元に戻ってる、ちゃんと。治ってる。使いやすくなった。うん。こぼれなくなった。あ、本当だ。全然ね。肉巻き。どんだけ食べる気。冷蔵庫ここのままでいいの？いいよ。
モーニング乾杯。モーニング乾杯。美味しい。どうする？こっちもチーズとかのせる？それともこのままを食べる？醤油だけでいいと思う。醤油だけでいい。うん。気持ち水多めにしてみた。変わり水です。それではいただきます。いただきます。何つける？醤油。これもらっていい？うん、どれとか食べて。マヨネーズの方食べたね。うん、私チーズ。美味しい。美味しいね。うん、肉巻きもらう。めっちゃ美味しい。あ、取れた。頭が取れた。残りの椎茸が多分火力が全然足りてない。マジ？本当だ。皆さん改めましておはようございます。おはようございます。おはようございます。こちらはですね、飯野さんの P2001 になります。リン酸鉄リチウムイオンの、 2000ワットのポータブル電源になりますね。うん、で最大が4000ワットまで、はい、まあ、瞬間的にバンって上がっても大丈夫っていうことですね。うん、で重量の方が22キロ。うん、でですね、このポータブル電源、うん、なんか他社製と比べると、うん、結構こうコスパがいいというか。ああ、そうなのね。うん、しかもUPS っていう機能がついてて、うん、パススルーって分かる？分かんない。分かんないよね。うん、だから例えばこのポータブル電源があります、うん、でポータブル電源をコンセントにつなぐと充電ができるよね。うん、でこのポータブル電源のコンセントのところに、うん、例えばパソコンとか、うん、停電突然してもらっても困るようなもの、まあ、うん、パソコンがまあ多いかな。うんうん、なんか書類を作ったりとかさ、うん、を、まあ、パソコンとかをここに今つないでいると、うん、突然停電しても、うん、何秒だったかな、 0.0何秒だったかな、うん、0.01 秒だね。0.01 秒でこのポタ電に切り替わって給電をしてくれるっていう、うん、おすごいね。うん、UPS を使用する場合は、うん、AC 充電しながら AC 出力を使用している場合、だからこいつに給電しながらこいつにコンセントをつないで、うん、この横にね、うん、でパソコンになったり何だったりをつないでいる場合の、うん、トータル負荷は最大1100ワット、うん、だから最近めちゃめちゃ多分高スペックのゲーミングパソコンとかだとちょっと危ないかな、うん、あれ電源でかいんじゃないっけ、うん、でかいのも積んでる人はいるわけよね。うん、あれはグラフィックボードとかっていうのは結構電気を食うから、うん、
ていうのは危ないです。まあ、ただあの MacBook とか、うん、そういうのだったら全然大丈夫。あ、まあ、MacBook とかはもともと充電だから大丈夫か、うんうん、だね。まあそういういい機能があります、はい、だからコスパも良くて UPS もついてるから、うん、いいんですよね、うん、でモニター画面も見ていただいた通り結構見やすくて、うん、で見て分かる通りですね、このように残量が今 72% って書いてます、うん、でここにあのアウトと入る方 のワット数が出るんですけど、うん、それ の、まあ、あの出力電力ですね、消費電力に対して今のこのパーセンテージだとあとどのぐらい持つよっていうのが出るんですよ、うん、だから結構ね見やすいんですよ、うん、あとここの上なんですけど、じゃじゃーん、蓋があります、うん、これいいよね、うん、これいいよね。あ、そうか、これあったら忘れてた。え、使ってないな。うん、これ今日あのないと思ってたらずっと入ってたあるの分かってて分かっててないと思ってた。ちょっと謎なんですけど、うんうんうん、でこれがあのコンセントから充電するもので、うん、でこれがあのシガーソケットですね、うん、車から充電するもので、これがソーラーですね、うん、ソーラーに充電するもの、うん、だからこれなんかも持ち歩かないで、この空の状態だとここにね、まあ、もちろんこういう、まあ、僕のは大きいから入らないんですけど、うん、小物がいろいろ入ります、はい、こういうほら、これカメラの充電で今日持ってきたんですけど、うん、こういうのをこう入れたりとかさ、うんうん、できるね、うん、こう入れて思い出と一緒にこうしまえばさ、うん、ほら、これいいよね。ね、はい、うん、まあそんな感じですね、うん、外観は。はい、まあ使ってみて、普通に使いやすいです、うんうん、ね。見た目もね、うん、見た目もいいし、アウトドアにも合うし、うんうん、あの持ちやすいし、重量的にもちょっと軽いので、ね、これ持ちやすいよね。うん、持ちやすい。それはいいと思います。まあ、結構あのコンパクトだもんね。うん、2000ワットクラス結構大きいの多いんですけど、うん、コンパクトだし。朝食を作っても何の問題もなく、うん、IH で料理をできました。ですね。はい。まあそんな感じかな。うん、そしたらじゃあ撤収して帰りますか。帰りましょう。帰り温泉入るの？どうしよう。悩んでる。悩んでるけど、まあ、帰ってからも片付けが結構あるから、なんかそれを思った。なんかもういっぱいついてる。嘘でしょ、なんで先に言わないの。今気づいた。はい、はいかも。いや、今さら、うん、じゃあ片付けましょう。はい。Sunshine and mischief, yeah, we had one of those things. We just had one of those things. Ooh. I guess I've had some things to figure out, but now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you?You used to say that you would always be mine, but you seem to be doing just fine. Now I think about you, I just can't seem to stop thinking about you. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us.Couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all.